皆様、こんにちは。そして、はじめまして。緩和ケア医の木下博也と申します。この度、つながる、届く緩和ケアというチャンネルを開設しました。このような活動を始めた理由は、多くの患者さん、患者会の皆様から、緩和ケアはまだまだ届いていないし、つながることも難しいというご意見が多いこと。 国立がん研究センターが行った調査によれば、まだまだ多くの患者さんが苦痛を抱えていることなどがあります。このような現状の中、厚生労働省の委託事業で日本緩和医療学会が緩和ケアの普及啓発活動を行ったり、また数名の医師、例えば奈良県の四宮先生や 早期からの緩和ケアクリニックを開設している大津先生が緩和ケアに関する発信を行っております。私も20年来の緩和ケアの経験を生かして少しでも多くのがん患者の皆様が緩和ケアにたどり着く、つながることができるような具体的な情報発信を行いたいと考えております。 皆様のコメントを参考に、それにも答えるような形で情報発信をしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。今回は初回ということで、簡単にではありますが、私の自己紹介をさせていただきます。私はもともとは精神科医でした。総合病院の精神科で長らく勤務する中、 がん患者さんが私の外来を訪れることが時折ありました。その経験の中で緩和ケアに関して勉強を始め、緩和ケアに従事するようになり、20年ほど前に千葉県の柏市にある国立がん研究センター東病院の緩和医療科に赴任しました。そこでは緩和ケア病棟での業務はもちろん、 外来業務、緩和ケアチーム、さらには地域連携に力を入れてまいりました。その後、現在は同じく千葉県にある総合病院の緩和ケア医として働いております。さらには訪問診療にも携わり、都内のメンタルクリニックで精神科医としても働いております。また私自身も30歳の頃に 精巣腫瘍で手術と放射線治療を受けました。また昨年には父を胃がんで見取りました。自己紹介はこれぐらいにして本題に少し入りたいと思います。緩和ケアが届かない、つながれない理由について少し考えたいと思います。大きく分けると 四つの問題があると思います。一つ目は患者家族の問題。二つ目は癌治療医の問題。三つ目は緩和ケア医の問題。四つ目は医療提供体制。医療政策の問題。さらには患者家族、癌治療医、緩和ケア医との関係の問題があります。 医療提供体制によっては地域によりかなり差もあることからできればどこかの時点で各地の緩和ケアの現状についても情報を提供できるような活動をしていければと考えております次回は今挙げた緩和ケアにつながれない届かない理由についてより具体的に解説したいと思います ぜひ気になる方はコメントも送っていただけると幸いです。今後ともぜひよろしくお願いいたします。